こんにちは。斉藤里恵と申します。よろしくお願いします。今日は骨盤周りをストレッチしていきたいと思います。お尻周りや骨盤周り、お腹周りが硬くなると歩きづらくなったり、行動しづらくなったりしますので、ぜひそこをインナーも鍛えてストレッチしていきましょう。はい。それでは早速やっていきたいと思います。まず仰向けです。 右足を曲げていただいて、一度頭を持ち上げて、胸に抱え込んでから頭を下げていきましょう。足はまあ左か足からでも構いません。今日はたまたま右足でした。この状態で少しリラックス。膝は胸に近、徐々に近づいていくように呼吸をしていきましょう。はい。 そうしましたら、右足だったら右腕、左足だったら左腕で抱え込んでいただいて、外側に開きます。この時も、できるだけ膝が胸に近い方がいいですね。で、そのまんま、反対足の外側に、今持っていた足を置きまして、ねじりを加えていきます。腕から足までを対角線上に、えっ、ー、と、 伸ばしていくそんなイメージですねでは今度は足首を持って膝の裏側を伸ばしていきますおでこをすねに一度つけていきましょう一度タッチしましたら2本のピースする指で足を持っていただいて親指を持っていただいて反対の手は太ももの上体をぐっとかかとで押して 起こしていきましょう。そのまま押し続けて体をリラックス。前屈したら膝を曲げて、中の方からゆっくり背骨が一個一個つくイメージで呼吸を吐きながら、ゆっくり降りていきます。 そこまでをやっていきたいと思います。今度は反対足ですね。左足を一度頭を持ち上げて抱え込んでいきます。そしたらリラックスです。これも頭を持ち上げるって結構ちょっと大切だったりします。ただ単に引っ張るだけだとどうしても、えー、と膝と胸が離れてしまうのであ、今度は外ですね。なのでちょっと頭を持ち上げてから 抱え込んでから頭を下げるっていうイメージです。はい。今度は足をねじりを加えて、体の膝から腕を、えー、一直線というかつないでいく、体をつなげていくようなイメージを持ってねじりを加えていきたいと思います。はい。そうしましたら、 足首を持って、伸ばしている方の足、えーと、上げている方の足ですね、と、同じ方の手は太ももの上を軽く押していただいて足を伸ばしましょう。もしきつかったら下の足曲げちゃっても構いませんからね。そうしましたら今度はおでこをすねにタッチです。一度クッとタッチしていきましょう。きつかったら、えーと、下に下ろしている方の足も膝も曲げちゃってください。 二本のピースする指で親指を持って太ももの上に手を置いたらかかとでグッと押して体を起こしてきますかかとを押し続けて一度前屈ゆっくり体を起こしてきて膝を曲げて尾骨からゆっくり仙骨腰椎という具合に一個一個の胸椎一個一個の背骨をつけていくイメージでゆっくり く,っくり倒します。この時お腹へこましたまんまです。はい。今度は太ももの前側をストレッチさせていきたいと思います。太ももの前側といっても、あの、腸腰筋、腸骨筋等も伸びていきますので、え意識していきましょう。かかとをお尻に近づけて横向きでもいいですし、かかとをお尻の下、 に入れていただいても結構です。まあ、どうしても痛ければ、足は、えっと、外側にちょっと投げ出していただいたり、足首、横に向けていただいても構いません。太ももの前が伸びるように意識です。この時に腰が反れないように、腰を地面にお腹の方からぐっと腹圧をかけて、床に、 腰の部分をつけて、つけに行きましょう。で、さらにちょっときつくなりますが、反対の足、今まで伸ばしてた反対の足を4の字にかけていきます。これが第2段階目です。空の青さ、天井の広さを感じていただいて、ゆっくりリラックス。 もし、えっ、ー、と、太ももの上に乗せるのがきつければ、もう横向きになっていただいてもいいですし、足は4の字にかけなくても構いませんので、で、タオルとか、で、引っ張っていただいても、洋服引っ張っていただいても、床に置いとくだけでも、あの、本当に無理しないようにやっていきましょう。そうしましたら、第3段階目、きつくなりますが、さらにきつくなりますが、先ほど4の字に かけた足、左足を胸に近づけます。お尻の下に入れた足と胸に近づける足というのをつけ作っていきます。結構痛いです。無,し無理をなさらないように、一回足をリラックスします。足を内外、内外、お尻ポンポン。え床に打ち付けていただいて、ちょっとリラックスです。はい。今度は反対足行きましょう。かかと、お尻、 に近づいて横向きでもいいです。このまま仰向きになって、仰向けでになっていただいても構いません。かかとはそ、まあ、座骨下っていうのが一番、あのー、正式的にはいい,い,いですが、もしきつければ外に投げ出しても構いませんので、無理なさらずにできる範囲でやっていきましょう。まあ、無理をしても何もいいことがないですからね。 はい。気持ちいいな、伸びてるなっていうのをしっかり感じていくってことが大切です。では、左足をお尻の下に入れたので、右足を4の字のようなイメージで、左足の太ももの上にかけていきます。まあ、できる方は、えっ、ー、と、右足は床に下ろしちゃってください。もちろん、やらなくてもいいです。 かかとをおし、えっ、ー、と、左足のお尻にの下に入れるだけでもうかけいこですで。先ほども言いましたがお腹はできるだけ床に近づくように、近づけるようにへこましていきます。では、次に。右足を胸に抱え込みに行きましょう。これ結構きついです。ね、もしあの、あの、一緒にやってくださる方いらっしゃるんであれば、 のの足を抑えてもらうのがいいいかなと思います、はい、一度リラックスしたら体を左右に振って足も左右に振ってくにゃくにゃくにゃでお尻を床にちあのストンと下ろします息吸ってお尻をくーって持ち上げたらストンと下ろすようなイメージストンお尻を吸って持ち上げて吐いてストンです 骨盤をリラックス。ちょっと今日は早回しでいっちゃいましたが、ゆっくりそこから膝を曲げて、頭最後にゆっくり起き上がってきます。はい。どうでしたでしょうか骨盤の座り心地はいかがでしょうか これやるだけでも結構太ももの前側の張りが緩くなったりとか骨盤周り楽になりますのでもしよろしければ是非行ってみてくださいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録お願いしますまたねー